リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。本日はナレーションで失礼いたします。ということでね、ほぼサムネ詐欺みたいなことをしてしまい申し訳ございません。はい、〇〇〇〇を高速で揉んでみたというのはですね、福桃を高速で揉んでみたになります。まあね、この話が出たのは私がちょっとお世話になっているコミュニティの方で、お話をしている時に、まあ高速もみもみ、袋ももんがをね、高速もみもみしているみたいな話をしていまして、その時にね、その動画を出したら、みたいな話になったので、試しに撮ってみたという状態です。で、この日なんですけれども、まずパッちゃんをもみもみしていくんですけれども、パッちゃんに恐怖心を与えないためにまず、揉まれることイコール、いいことがあるっていう形、まあ、触られるイコールいいことがあるっていう風に覚えてもらえるように、まずミルクを与えてます。ミルクをもらえるということはこの後何されるかっていうのとね、紐付けですね。で、まずミルクをこうやって与えてます。私ね、指であげるのが疲れたんですね。指であげずに、直接器であげております。でね、まず触って、ね、触られることに慣れてもらうっていう形。もともとね、この子ベタ慣れちゃんではあるんですけれども、ちょっと最近、まあ思春期じゃないですけれども、私は思春期って呼んでるんですけれども、まあ、袋ももんがでいうところでは、何なんだろうね、なんて言ったらいいの、人間では思春期だと思うんだけど、まあ、性成熟とかが始まって、ベビーからヤングになるタイミングっていうところで、まあ、自我が芽生えたりだとか、あとはまあ、自分のやりたいことっていうのがこう出てきたりみたいなのもあるので、そのタイミングを私は思春期と呼ばせていただいてます。で、その思春期が来ていて、結構自己自己急に言うこともあるので、まず何だろう、今やってることが何だろうな、嫌なことじゃないんだよっていう風に日々擦り込みをしています。なので、まずこうミルクをあげながら指で触ったりっていう形ですね。はい、すごい丁寧にミルク飲んでますね。で、急に動くとね、やっぱりビクッとしてしまうのもあるんですけれども、それにも慣れてもらうために、日々触りながら戯れるというか、コミュニケーションを取るというか、そんな感じでやっております。特にまあこの子に関してで言うと、パッちゃんはよりベタ慣れにしておきたいなって私の中で思っていて、まあこれは私のエゴですね、なんですけれども、他の子に比べると、他の子以上にこうベタベタ触れるようにしたいなとこの子は思っていて、まあハルくんとかうららちゃんとかね、様々いるんですけれども、あとギョロメちゃんにハロくんね。で、ギョロメちゃんとハロくんはもう夫婦でそこで仲良くやってもらって、で、ギョロメちゃんは一番最初にうちに来た子なんですけれども、ギョロメちゃんはちょっと自己自己でベタ慣れちゃんではないかなというところなんですけど、あの自己自己も可愛いんで、その性格も尊重してあげたいなっていうことで、そのままにしてます。別に噛みついたりするわけじゃないんで、ちょっと自己と威嚇する声がたまにあるぐらいなんで、それはそれって感じでございます。で、ハロくんもそこで一緒にいる子なんで、一緒にいてもらえればそれでいいかなというところでございます。で、ハルとウララも、ハルは結構ベタ慣れちゃんに今なってますけど、ウララちゃんに関してはちょっと病気してたのもあって、エンセファリトソーンっていうやつね、の病気になってたんですけれども、そっから帰ってきた時にね、治療でいろいろ体見られたのもあって、ちょっと人間不信じゃないですけど、で、もともとね捨て子だったので、それを保護した子にもなるんで、そこでいろいろと恐怖心をあまり与えないようにって感じですね。はい、ちょっと今自己って言いましたね。こっから高速もみもみをやっていきます。で、まずね、もみやすい位置に誘導します。で、中にね、今遊びで使ってる紐が入ってたんで、紐を抜きました。で、あとはもうポーチの中に片方手入れて、片手でポーチを持って両方で揉んだりもしますね。今はポーチの中に入れてる右手の方だけでもみもみしている状態になります。もみもみするときにね、私が触るところはですね、袋ももんがちゃんの顎のところ
あとは背中、そして脇のところですね、あの脇のピロピロのところね、あの皮膜のところ、ピロピロっていうのはどうかと思うんですけど、皮膜の部分だったりだとかを触るようにしてますね。基本は顎のあたりが一番気持ちいいと思います。でね、今頑張って見せながら揉もうとしてるんですけど、なかなかねそれが難しくて、はい、なんか見せながら揉み揉みしたいんですけども、なかなか難しいよというね。まあ、ポーチが透明だったらいいのかもしれないけど、ポーチ透明だと多分警戒して入ってくれないですね。あとポーチの中がモコモコなのもあって、そういうところが気持ちよかったりします。あとこうやってね両手で揉んだりします。顎のところでキュッと抱いてあげて、もうダラーンとしてますね。ちょっとあっちこっち行きたいなっていう興味津々な部分っていうのはねどうしてもあるんだけど、両手でこうやって揉んで触ってもみもみして、ちょっと嫌がる時はあるんだけどね、あの嫌がっても噛んだりするわけではないので、ちょっとあごめんねっていう気持ちでやってます。この時はねすごい静かにやってるね、私ね喋りもしてないんだね。あのジコジコジコってさっき音声入った以外はほぼ無音でもみもみしておりました。もう無音でもみもみしてるとかちょっと狂気ですね、今こう考えると。ちょっとサイコパス味がありますね。はい、こんな感じでもみもみとね。で他の子たちもねもみもみしてあげてこうやってあげてもいいんですけれども、その子たちの性格っていうのも結構あるので、性格に合わせてベタ慣れちゃんになるなって子はベタ慣れちゃんにして、性格上ちょっとずつゆっくりっていう子はもうほんとゆっくり関係性をね整えていく形で、うららちゃんに関してさっき途中まで話してたやつですけど、エンセファリットゾーンで下半身不随になっちゃって、でその後まあ抗生物質を飲んで治ってきたんですけれども、で治って下半身不随も治ってきたんですけども、下半身のやっぱ不随っていうのもあって、日々レントゲンをちゃんと取ったりだとか、まあ骨折じゃないよねっていう確認ですねっていうところとか、あとはまあ検査でね体触られたりっていうのもあって、なんかねそれが嫌だったみたい、病院で帰ってきた時には触られるのがねちょっと嫌いな子になってしまいました。はい、まあ仕方ないといえば仕方ない部分ですね。もともとそのさっき言ってた捨てられた子だったっていうところもあるんで、まあ、捨てられたっていうのを分かってるかどうか分かんないんですけれども、ちょっと人間不信じゃないですけどもいますもんね。なんでそこで人間不信になってうちに来て、ちょっとずつ慣れてうちでねベタ慣れちゃんに一緒になったんですけれども、下半身良くなくなっちゃって病院に行って帰ってき、そこでねいろいろ検査して帰ってきたっていうところでね、やっぱり怖い部分は大きいんじゃないかなって私は思っております。なのであのことはもう怖いっていう気持ちを払拭させるように日々触ってで日々慣れていってもらおうかなと思ってます。逆にでもね、はるくんはそれがないんですよね。はるくんは本当に怖いっていう感情からなんか人に甘えるっていうのが多くなりましたね。なんでまあその子その子の性格見ながら触れ合い方を考えてやってます。で高速もみもみをやる場合はだいたいパッちゃんに会ってますね今ね。はい、すごい高速です。なんかすごいね、こう改めて自分で動画で見たけど、指そうやって動かしてるんだ、なんかピアノでも弾いてるんかっていう感じね。はい、結構なすされるがままって感じですね、パッちゃんね。ちょっとやりすぎだねこれねまあでも嫌がってないんですよ。基本は手で揉まれてる時とか触られてる時は嫌がってなくて、急に何か来るとジコジコってなりますね。まあでも人間でもそうですよね。布団の中に入ってて急にバッてめくられたりしたら、そりゃなんだこの野郎ってなると思うんで、誰がいるか分かんない状態で見えてないところから急に驚かされたりとかね、見えてない時にいきなり揺れたりとかしたらね、そりゃびっくりしますもんね。多分そういう感じだと思います、フクロモモンガちゃんたちも。はい、ある程度もみもみが終わりましたのでミルクを与えます。残りのあとはゆっくりミルクでも飲んでてくれって感じですね。結
構あんな感じで高速でもみもみもみってやって触ってますね。パッチャンに関しては基本もう1日朝と夜2回ぐらいは触ってるかな。朝起きて10分ぐらいポーチ出してミルクちょっと飲ませて触って戻して、で夜もう夕方とか、まあ、時間ある時に出して軽くもみもみして、でどうしてもジクジク今はしちゃうからそこのトレーニングもね、あとは今の時期で特に嫌だなっていう記憶を植え付けないように、トラウマになりそうなことっていうのはねしないようにしてあげて、基本的には怖くないんだよっていうのを分かっていただくように日々接しております。まあでもその中でもね、これ実は嫌だったみたいなこととかねもあるから、急にジコジコジコっていうこととかもあって、まあ、その時はねごめんねって感じちなみにこの後多分ねジコジコジコって言われると思う。それはねこのポーチに紐を戻したタイミングかな、おもちゃの。急に上から紐が入ってきたもんだからびっくりしてジコジコ言うんだよね。多分この辺で。ほら言った。そう、急に何かを入れたり戻したりするとね、ジコジコ言います。はい、っていう感じの高速もみもみでございました。はい、よろしければね、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどですね、SNS よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リントとパッチャンでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。